あの状況から姉さんを救い出せて本当によかった。皆には感謝の言葉もない。彼はゴルベーゾはどうした？月の底に残っているお前とアジュダヤの再会に自分は立ち会うべきでないと言ってな。謝罪の言葉が聞きたければ引きずり出してくるが。いや、それで十分に伝わった。もう心配はいらないようだな。それでこれからどうするんだ？お前たちと旅をして私は多くのことを知った。一人じゃ行けない場所に行き、気づけないことに気づかされた。だからまずはゴルベーザと各地を旅してみようと思う。ボイドを再生させる手がかりを探しながらな。そうか、ならしばらくの別れになるな。ゼロ、あなたに伝えた原初世界と共造世界のこと、光と闇にまつわる真実をゴルベーザにも教えてあげてちょうだい。単身でゼロムスという答えにまで至った彼だもの、そこから新たな糸口をつかむかもしれないわ。了解した。各地を巡り改めて自分たちなりに現状が把握できたら、また相談に乗ってもらえるか？もちろんよ。その時までにはもっと頼れる私になっておくわ。ああ、そうだ。海より登りて雲となり、山より落ちて雨となり、川より下って命とならん。さあ、来なさい。先日術式を組み直したの。あなたたちは何も見ていないし、何も思い出さない。よくって？ニッダーナたちから預かった予備の霊輪よ。今まで以上に耐久性を高めているのだとか。あとはあなたが時折エーテルを分け与えてくれれば、当面は消滅しないでしょう。いざという時、再会の道しるべになってくれるはずだわ。助かる。早速旅の仲間が増えたな。機会があれば世話になった奴らによろしくと伝えておいてほしい。ユルスやアルフィノ、アリゼー、ウリエンジェにサンクレット、ニッダーナやメリードもだな。
あとはリンやベイクラグ、エーテルトランスミッターの設置を手伝ってくれた皆。いつの間にか随分たくさんだ。ついでこのゼロムスのメモリアをリーンたちに渡してほしい。光を受け取ったお返しだ。これを使ってあちらに闇をもたらせば、二つの世界に釣り合いが生じるかもしれない。あら、それは明暗ね。だったらあなたが持つ四天王のメモリアはゼロに託したらどうかしら。そうだな、私からゴルベーザに渡そう。それが戒めにも思いを受け継ぐことにもなる。ただし強制的に召喚しようとしても応じないからな。では名残惜しいが、私たちも故郷に戻ろう。皆、じゃあな。どんなに離れていても、どれだけの時が過ぎても、私たちならお互いに進み続けられるさ。どうした？また容易絡みの問題か？
それでは、アジュダヤを救い出せたのだね。本当に良かった。第一世界から光を送り込むだなんて、よく考えついたわね。自由に行き来できるわけじゃないにしても、それってとても素敵な知らせじゃない。ありがとう。世界を渡る術については引き続き研究をしていくつもりよ。何か進展があったらあなたたちにも共有するわ。ゼロがあっちに残るならちゃんと別れを言っておけばよかったな。なのか。俺は当たり前みたいなことしか言えなかったと思うが。いや、何か一つでもいい思い出を残せたならよかった。あいつも俺もお互いの暮らす場所もこれから変わり続けていくだろう。でも変わらないことだってきっとある。忘れないさ、ゼロのことは。異世界からの訪問者で一緒に戦ってくれた仲間で、かけがえのない友人なんだから。彼女が向こうで頑張ってるならこっちも負けてられないわね。いつかまたガレマルトに来た時には復興した街並みで出迎えて驚かせてあげないと。ああ、そうだ。そのことでアルフィノとアリゼに話しておきたいことがある。実は例のラザハンとの取引の噂が広まって、ガレアンが自立するいい機会だとみんな活気づいてるんだ。問題は多くともうまくいきそうな予感がしてる。なるほど。そこで私たちが出しゃばってしまうとかえって邪魔になってしまうね。いや、そうじゃなくてだな。うまくいきそうだし、二人に休みをやってくれってなぜか俺がみんなから頼まれてるんだよ。じゃいろいろ言ったりもするが、お前たちの気持ちも親切もちゃんと俺たちに届いてる。寒い中いつも遅くまでありがとな。たまにはここを離れて存分に羽を休めてきてくれ。そういうことならうなずかないわけにはいかないね。こちらの状況が気にならないといえば嘘になるが。だったらゼロに倣って私とアルフィノも各地を旅してみるのはどう？まだガレマールと関わりの薄い国に行けば今後の付き合い方が見えてくるかもしれない。最新の世界情勢に触れておくだけでも役に立つと思うのよ。
なるほど、それはいい考えだね。外部から協力している私たちにふさわしい役目だ。役目って、そんなので本当に休みになるのか。ああ、とても私たちらしい刺激的な休暇だよ。そうと決まれば早速シャーリアンに戻って計画を立てないと。あなたたちはこの後どうするの。金書庫の件やエーテルタンクの件で古篠様たちにお世話になったでしょ。私たちもあちらに戻って報告をすべきではなくて。では、みんなで一緒に向かおうか。お父様たちに用事なら、哲学者の広場に行ってアテリースさんに取り継いでもらおう。Thank you.